高速関東通貨坂上広則、航空学生57期、和歌山県出身。2番機、立東通院、井上義弘、航空学生59期、熊本県出身。3番機前席、関東通貨伊藤圭吾、航空学生52期、秋田県出身。後席、立東通院、佐藤博正、航空学生67期、愛知県出身。4番機、立東通院、平田良介、航空学生66期、福岡県出身。5番機、関東通貨、吉田俊彦、航空学生51期、宮崎県出身。6番機、関東通貨、山田正史、航空学生58期、千葉県出身。7番機、関東通貨、宮田俊一、航空学生54期、鹿児島県出身。8番機、関東通貨、川本義友、航空学生52期、北海道出身。以上、一番若い32歳から、超絶ベテランの50歳まで、平均年齢43歳となる、総勢10名のパイロットで臨みます。これら T4 練習機8機連隊は、この後離陸し、10時25分より降下飛行を行います。
ましたでしょうか。以上で第13東京地区団東京糸部による水砲練習機8機による放火飛行を終了します。ありがとうございました。ご来場の皆様に、会場における禁止事項についてお知らせいたします。エプロン付き等でのレジャーシート、および折りたたみ椅子の使用、政治的な宣伝活動、およびビラ配り、マスコンの等の可否の使用、飲酒、立ち入り禁止地域への侵入、その他、市内における航空船の運営の